ろそろ始めましょうか。はーい。今日は卒業シーズンということで、中学校の卒業式の定番曲を練習したいと思います。何の曲？旅立ちの日という曲です。あ、その曲大好き。今日は全く曲を知らない人でも練習できるようにフェリーチェの小林先生に指導をお願いしています。オリジナル曲の桜の歌唱が綺麗だよね。飯田先生と里見先生も応援に来てくれてるみたいだよ。それではお願いします。前ソングちょっといきましょうか。152ページ すごい、これご存知ですか？152旅立ちの日に知ってる人、あ、いない。結構ホタルの光じゃなくて、今の20代とか以下はこの曲を卒業式に歌った子が結構多いので、ちょっとザーッと行くと、群青とか、いろいろ練習曲やってきましたが、その特徴として A メロ最初の部分って音域が低いです。でこの曲も少し低いです。白い光の中に山並みは燃えっていう感じになるので、あまり低い音を頑張りすぎないで、それでも響きの中に乗せたままで喋る感じでいきましょう。白い光の中に山並みは燃えて、喋る感じで少しニュアンス重視でいきましょうか。ほい、じゃあ9小節目、2小節目前のところから1番いきましょう。ここのメロディー、この2つ、白い光、それから山並み、あの休みからのスタートです。白い光の中に山並みは燃えて、1拍目の裏から入ります。なので、まで休んじゃうと休みすぎで白って言っちゃうので、白い光の中、ここはあんまりお休みだと思わないで、音がないだけっていう感じでいきましょうか。でもう一回やります。遥かな空の果てまでも
大体ほぼ全部そうですね。あの1裏から入ります。でこの曲、この曲で1個だけ注意しなきゃいけないポイントがあって、いつもそれが一番の最初なんですけど、遥かなって音が上がるんですけど、楽な音域に上がった瞬間にそこが飛び出やすくなります。なので遥かな空のっていうのがあのよくあるパターン、クラス合唱よくあるパターンです。な空って言葉はないんで、遥かな空の果て、空っていうのをちょっと意識して言い直してやりましょうか。遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。遥かな空行きましょう。光からもう一回行きましょうか。頭から行きます。できました。自由をかける通りを振り返る。ここ2番の時のような歌詞とかの関係でいろいろ注意書きがあるんですけど、1番の時は気にしなくていいです。振り返ることもせず、少しクレ音が高くなっていくのと一緒にクレッシェンドも書いてあるので、少し気持ちを広げてあげて、次の勇気に翼で持っていってあげましょうか。さあ、あったとして2番いきます。2番もう一回 A に戻って、懐かしい友の声です。あ、ちょっと先に言っときます。懐かしい友の声、次ふと蘇る、ここ、最初の1拍目の裏のとこ9分書いてあります。なのでふと蘇る、ふとよみがえる。ふとが、ふとのふが 2の、2拍目に当たります。なのでそこはポンと一発、四部九分お休み、四部九分お休みです。2番はほい。じゃあもう2番のところ行ってみましょうか。時だけ、下の下向きの、音符を読んでください。心通った嬉しさに抱き合った日よ。ゆっく
に。心通った嬉しさに、ただ喋るだけ、4つ嬉しさって並べるだけです。嬉しさに抱き合った、もう一回いきましょう。心通った、せーの、心通った嬉しさに抱き合った日よ、みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、この広い一番の盛り上がりポイント C。 さあ、あともうこのパートをこのポイントさえ押さえてしまえば、もうこの曲は音取りが終わったも同然。続きもいっちゃいましょう。今別れの時、飛び立とう、未来信じて弾む若い力信じて、上のパートは基本的にあまり難しいことはないです。下の男性パートがの方が忙しいです。一番、例えば51章説明、力信じてこの広いって、これが結構すぐにポンと来なきゃいけないので、それよりは上のパートはちょっとゆとりがあります。行ってみましょうか。 C ピユモッソ、そっから行きます。直接行きます、せーの。今別れの時、飛び立とう、未来信じて弾む若い力信じて、この広い、この広い大空に、繰り返し戻りますし、今別れの時、飛び立とう、見ていきました。このシーンのところのポイント、この曲は、まあ、合唱曲、教育音楽という分類になっていますが、本質的には私はポップソングだと思います。ポップソングの大切なところは休符のところはしっかりいなくなる、そしていなくなり方が結構重要です。今別れの時々というふうに男性と掛け合いになります。掛け合いの人が出てきたら、主役が移動しているので、オフになりましょう。今ポン、別れの時ポン、飛び立とう、例えばその弾むポン、若いポン、力信じてポンポン、この広いポン、なので自分の出番が終わった、次に主役が移ったっていう時にはポンといなくなります。これが結構重要です。ほい、そしたらもう一回 C のところ2回繰り返します。ほい、見えますと、今テンションが上がるってね、私が音が上がってくるんです。今落ち着け一番落ち着きがないのは私、思い出の曲だけそうですね、これで合唱コンクール優勝したんですよ、この曲で。中学校、そう、中学校です。
から、そんな昔からあるんですよ。そう。じゃあ1992年だから。ああ。92年。何年前？うん、そう。皆さんは92年何してたんですか？92年。もう働いてない。そうなんですよ。この曲は本当に因縁の曲で。そうなんですよ。あのクラス、中学校クラス3クラスしかないんです。田舎の学校なんで1組、2組、3組。で、私は1組だったんですけど、3組の先生が3級でもう今年で終わりっていうのが分かってて、で最後のイベントが合唱コンクール、だ3組のみんなが春にを歌って、もうめちゃめちゃもう泣きながらもう大感動の春になったんですよ。で絶対3組が優勝するだろうってみんな思ってた。だけど優勝したのは1組だった空気を読まないクラス空気を読まない1組だったのがこれだった。はい、C からした。はい、C からです。そうです。交代する相手が今いないかもしれないですけど、多分出てきてくれると思うんですけど、あのポンといなくなって、あのバトンタッチ、バトン渡しがすごく大事です。さあ行きましょうか。直接行きます。今、1、2、せーの。今別れの時飛びたと中学校で卒業式を終わった後、みんなでサイン帳って言うんですよ。あれもあしたみんな、また会いましょうとか。それは何人ですか？人ね。先生だった。先生だったね。何人かやってましたね。なんかサイン帳回した気がするんですよ。卒業アルバムの後ろのページに寄せ書きみたいな。でほぼクラスのみんなのところを回ってこうみんなで書きに回るっていう誰々さんねって、なんか特殊なことしなかった？それもあの俺の学年じゃないけど他の学年で、ね、僕の行った高校で一時期問題になったのは、ある当時の卒業生が30人ぐらい「はい」の返事を音源つける。はい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 、反省文書かれて卒業させないっていう噂がありましたね。しかもね、その発話は最初なんとか先生はやめって言ったから、まあ、そんなことはい、もう一回じゃあ歌っておきましょうか。一応最初から
どうして歌ってないの？ご指導ありがとうございました。ありがとうございました。今回は一
つの試みとしてこういう内容にしましたが、もし希望があればまたやりたいと思います。こういう時だから家で歌えるのもいいよね。そうだね、早く落ち着くといいけどね。皆さんチャンネル登録してね。バイバイ。さようなら。